つ、あ、何にしようかな。トップヘルネオ。あ、こんばんは。こんばんは。やっほー。ヘルネ。うん、見てね。こんばん、こんばん。よし。こんばん、みほ。やっほー。こんばんは。どうも。ちょっと顔大丈夫か。こんばんみほ、ほほほほほ。お、間違えた。お、大丈夫です。お、雑誌予約完了、ありがとう。そう、やっと公式からもねお知らせが出たんですけど、トップエルネオ2022オータムさんにね掲載させていただくことになっております。もう撮影は済んでるので、ちょっとねトップエルネオさん公式さんからもめちゃくちゃ高画質な画像が出ていますので、私がねリツイートとかしてるので見てみてください。やっぽー、おつみほー、ぜひゲットしてみてください。もう予約できるみたいなので、ぜひぜひ。そう、この私服はね、スカートも可愛い私服を着ていったんですよ、この時の服は。なのでちょっと注目していただきたい。そう、インタビューもありました。なんかいろいろ聞いてくれる、めっちゃ聞いてくれた。1時間ぐらい結構お話を聞いてくれてた気がする。水色の洋服新鮮で。みみみみみ。確かに水色に見えるね。これパープルだけど、この自然光だと水色に見える。確かに。これ納得できてない。ビューラーしたい。ビューラーしようかな。ビューラーしようかな。お腹いっぱい、お腹いっぱいって言ってた。お腹いっぱいインタビューって書いてくれている。ここここここ上げとこ、まつげ上げとこ。ほほほほ、上げ上げまつげにしときます。上がった。まつげ上がるだけなんか目めっちゃ開く。なんでやろ、なんかグンってなるけんかな。めっちゃ目が開く。トップエルネオさんの公式が投稿してる写真、そうなんですよ、めっちゃ高画質のめっちゃいい写真が投稿されております。上がった、もう上がった気がする今。おお、いい感じです。ビュンビュンに上げました。近かったですね、さっき。にゃん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 、チャラララン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 。松葉はもう取れた。松葉はそんなね、あの1ヶ月とかで取れるやつなんですよ。そんな取れないですよ、1日とかじゃ。でもちょっと納得いかないので、もう一回やろう。もう一回やろう。キラキラしてるから心配ない、ありがとうございます。ライトのおかげだね。これ ライトなかったら結構暗い。まあ暗くても部屋の光でキラキラできとるが。じゃあプルプル夜さん
かわいい、ありがとう。ありがとう。パッパパッパパッパラッパラララッパラン。チャチャチャランチャラン。こんばんこん。こんばんこんばんこんばん。しゃべることないね。何しよう。美への追求は尽きない。まあアイドルみんなそうかもしれない。みおちゃんスマホのゲームとかしますか？しないですね。なんかこの前いとこがやってたのがなんか気になったけど、なんか音のゲームをやってた。なんかラブライブみたいなゲームやってましたけどね。アイス食べた、同じ質問すごい。アイス、シュガーヨーロピアンだっけ、合ってるか。食べた、美味しかった。夕飯ヨーグルトとアイス食べたなんかちょっとヘルシーなのかじゃないのかみたいな謎なご飯だけど食べたよ。美味しかったよ。トゥ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 。撮影は広島でって、あのトップエルネオさんですか？シュガーヨーロピアンじゃない、ヨーロピアンシュガーコーンだった地味に美味しかった。あれめっちゃ久しぶりに食べた気がする。なんか最近コーンのアイスに惹かれてきて、コーンのアイスをよく食べちゃうだけど、今日も食べて美味しかった。本当はジャイアントコーンぐらいでっかいの食べたい気持ちですけどね、ちょっと控えて、ちょっとちっちゃめにしておいた一応。パパッパパッパパンパパララッパパン。お、グミ食べてます。いいね。ちな天の声さんはポテチ食べてる。美味しそうです。不安です。いいですね。あ、パリパリサンドも食べた？いいな。パリパリサンドはスーパーで買いたいんだけど、スーパーにまだ登場してないからちょっと買えないんだが。島風さん食べてありがとう。天の声さん何味でしょうか？ちょっと違うね、ちょっと癖というか塩とかじゃないカルビーです。さあ何でしょう。コンソメブブ、薄塩ブブなんでしょう。サワークリームブブ、吸収しちゃうブブ。当たるんかな、ワンチャン当たりそうだけど、うん、そろそろ出そう。幸せバターブブ、ギザギザ、なんか厚切り、しょっぱい方に近いです。期間限定青のりブブー、プレーンブブー、ないよね。小豆島オリーブブブー、カルビーだよ。ヒントはサワークリームオニオンブブー、さつまいもブブー。今天の声さんがポテチを食べています。何の味でしょう。終わったカリン、コンソメブブなんだと思います。なんかご飯って感じ。正解はご飯に合いそうって感じ。え、待って、正解出た。韓国海苔ミキミキ正解。じゃあこの食べ終わった袋をプレゼント、ここにサインしてプレゼントしいらんわいらん、ベタベタのポテチの後。え、すごい、ミキミキ正解です。すごっ、当たらんと思った。このパッケージめっちゃ美味しそうやん。ちょっとママにお土産買ってきてもらった。ウケる、すごい当たるんだ。そう、こんなのあったの初めて見た。うわー、いい匂いする。韓国海苔の匂いする。やばい、捨ててください
ね、そんなのあるの。そう、すごいよね。なんかいろんな味があるんですね。あ、広島発祥の企業なの、カルビーさん。そうなんだ。ね、初めて見た。そう、私も何これと思ってママにお土産買った。明日いいことあるんじゃね、じゃね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 。今日は早寝して明日はちょっと早起きするよ。頑張っていこや。ポテチのファミチキ味、美味しそう。じゃファミリーマンにしかないのかな、もしかして。ファミチキとかだから、うまそう。あと私なんかヤンニョムチキン味のポテチみたいな、ポテチだったかな、なんだ、なんかヤンニョムチキン味のお菓子見かけて美味しそうって思ったんだけど、なんだったのかな、あれは。韓国味が好きだから韓国海苔も買いたくなっちゃったんだろう。寝れてないので代わりに寝てください。寝ます、任してください。寝ます、早寝早起きします。今もう若干の空腹ですが頑張って寝たいと思います。めっちゃ食べました。それマジめっちゃ食べたの。あ、じゃがりこみたいなやつかな、もしかして。そうかも、なんかそう最近見かけた。なんだったっけな、なんかなんかね、あったんだよね。やっぱね、ヤンニョムチキン味のお菓子って調べたらいいかな。お菓子これじゃないな、なんか見かけ、なんだ、なんだっけ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 、全然出てこなかった。にゃんにゃん、うにゃんにゃん、ヤンニョムチキン味、調べよう、ツイッターに調べよう。カラムーチョなのかな、カラムーチョなのかな、だったのかな。もう記憶がうっすらしかないからダメだった、私そのそもそもに。え、ヤンニョムチキン味のなんかヤン、ポ、え、ポテチ、ポテチだったっけ、なんかポテトみたいな、ポテトみたいな形のお菓子でめっちゃ気になった。ポテトじゃなかったのかな。金とも可愛い、ありがとう。なんだったっけ、なんだったっけ、食べてないからね、味知らんのだけどね。カラムーチョだったのかな、パッケージ的に。韓国料理味のお菓子だなんて絶対美味しいやん。トッポギ味とかもなんか出してくれんかな、なんか美味しいやん絶対。なんだろうね、なんだろうね、食べてない、食べてないって言ったじゃん、食べてないけど気になったんだよね、パッケージが。なんだったんだろう。まあヤンニョムチキンを食べたいけどね。ヤンニョムチキンをそもそもに食べたいね。なんか辛い唐辛子を使ったヤンニョムチキンとかないかな。ヤンニョムチキンって甘辛なんだけど、甘もあっていいけど辛が強めのヤンニョムチキンが食べたいね。辛いけど食べる、そうでしょ、なんか 甘辛だから。大抵の日本の韓国料理屋さんのヤンニョムチキンは全然辛くない、美味しい、普通に甘くて感じだから、それに結構唐辛子を、辛を、甘辛辛辛ぐらいのやつを食べてみたい。そう、あれはコチュジャンとかを使ってる、そうだと思う。あと
蜂蜜入ってる？なんだ？なんか水飴か、水飴が入ってるからちょっとなんかその独特の質感じゃないけど、そういう感じ。ずっとラーメン我慢してる？ラーメンって言っちゃった今何人ラーメン我慢してるのか、偉いな。そうだったらソラハさんのツイートを見てみて誘惑がある、ラーメン誘惑があります。でも私も蒙古タンメン食べたいなってずっと思ってる赤ハートありがとう。にゃん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 、ラーメン最高、ラーメン最高。そうずっと言ってる、蒙古タンメン食べたいって。私食べたいんだよね、すごくすごくすごく食べたいんだけど、ちょっと食べたい食べたいっていうのを抑え込んで夕飯もヨーグルトを食べた。お腹すいた、正直お腹すいた。これから美味しくなる。確かになんか熱々のなんかもう鍋の状態でラーメン食べたいね。鍋焼きラーメンとか、鍋焼きラーメンが有名な県とかもありますよね。いやそう、カップラーメンの蒙古タンメンでも美味しいから、お店で食べたらめっちゃ美味しいんじゃないかって思ってますよ私。蒙古タンメンマジ食べたいもん、本当に欲がすごい。バンチャラマスターさんハートありがとう。広島にはないよ、てか西日本にないかも。なんか東京、神奈川、千葉とからへんにしかなくない？蒙古タンメン。なんか全然なくない？なんでなん？美味しいなら広めてくれ。蒙古タンメン、蒙古タンメン中本店舗。前も同じことした気がする。池袋、新宿、渋谷、目黒、高田のバンバ、なんて読んだこれ、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃら、吉祥寺、町田、立川、キッズ、埼玉県とかにもある。埼玉、千葉、群馬、東京にしかないんだけど、なんで？なんで？なんでやねん。お家にも作ってくれやい。いいな。大阪にもできたの？いいな。もうちょっと西に来てくれ。頼むよ。頼むよ。ね、有名なのに。そう西日本ないのよ。もう見たらね、お腹がすくから見れないね、画像は。苦しい苦しい。なんか大阪できる予定みたいなのが出てきた今。だからまだないのかなみたいかな。パシフィコ横浜から歩いて20分くらいと、歩いて20分か。空腹の私に歩けるかな。食べたい、ふうふう。大阪で話題になったら広島にも来る。あ、確かに大阪みんな行きまくって。ああこれが広島にもあったらいいのになって誰かめっちゃ言って食べてくださいしたらできるかもしれない。よろしくお願いします。ねえ、並びそう最初とかは。大阪できたら代わりに行って行って行って、本当に食べたいマジ。空腹の時は筋トレ。でも空腹有酸素運動みたいな感じで、空腹でウォーキングするのとかもいいよね、ありだったりするよね。わかるよ。だから今後で腹筋とかしたらいいんやろうな。やらないと。なんかね、太ももの筋トレはやった今日で、もう筋トレもしてお風呂も入ってみたいな。もうあとはもう本当に歯磨きしてマッサージして寝るだけみたいな感じなんですけど
正直お腹空いてる。トルルトル。今日結構頑張ってね。私朝カノンさんからもらっとった米粉のバターサンド食べた。でちょっと自分のお買い物とかまつげパーマとか行って帰ってきてサラダとコーヒーゼリー牛乳食べて、でまた歩きに行って筋トレしてお風呂入って追い越すとアイス食べた。グーグッド。あの食べる食欲がない日はもうなさせるというかなさせたい。そうだよ松葉これあのあでもビューラーしちゃったさっきだから上がってるけど、まつげまつげ私のまつげめっちゃ下がりまつげだからあまり上がらなかったのかもしれん。つらいつらし。で前まで言ってたまつげパーマのとこもめっちゃビョンビョンに上がってたんですけど、でもビョンビョンに上がるけど取れかけの時はもうなんかバラ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 ってなるからちょっとそれでまつげパーマを一回やめたんですけど、やっぱなんかしたくなったまた。プー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 。まつパー1ヶ月とかで取れる、なんか2週間とかでも取れるかも感じかも。いやパリジェンヌのまつげまつげパーマにはラッシュリフトとパリジェンヌっていうなんか2個種類があるんですけど、パリジェンヌしたんですよ今日。ラッシュリフトの方が良かったかなみたいな感じですね。でててて、まあ何の話だろうっていう感じだろうと思いますのであれですが、私髪の毛がめっちゃ直毛だからまつげとかも全部直毛なんですよ。もうなんかガンみたいな、めっちゃ直毛すぎて、だからいつもビューラーを頑張ってるんですけど、めちゃくちゃだからその逆を考えてって思ったら、髪の毛テンパの人はまつげがくるんってなってる人もいるの。それは羨ましいめっちゃと思って、まつげまでテンパなんだっていう人いるんですよ。小学校の時にね、なんかなんでこの子はまつげくるんって上がってるんだろう、私めっちゃ下に落ちてるのにって思ってたんだけど、それだって思った、今気づいた。そうなの、まあ、髪の毛は好みがあるけど、まつげくるんってなっとうの可愛いやいいなと思った。そうなの、まつげにも髪質が関係してると思うんだ。そうなの。いや小学校でねそのまつげに気づいたのマジすごい自分って思うけど、なんでなんだろうって思っただけだ。でもその時はなんでこの子のまつげ上がってるんだろうって思っとった。それだけだったですね。ちょちょちょ、日本代表の試合なんだろう、何がやってるのかな。あ、サッカーがやってるんだ。へえ、そうなんだ。うん、申し訳ないけれども全部のスポーツルールが分からんけん見れないという。誰か好きな人ぜひ楽しんでください。全然分からんけんね、ちょっと申し訳ないんで。サッカー詳しいんじゃなかったっけ、どこの情報どこの情報全然わからんね。マイカ一応 MC& スポーツユニットなんだけど、だがしかしわからんっていう、スポーツ本当にわからん、すいません
点が入ればウォーってなります。すごい。でも点が入ってウォーってなってる人を見てウォーって合わせる。私もって感じですね。だから前野球見に行った時もみんながウォーってなってるから、おー、空気を読んでウォーってやる感じ。まあバスケは多少他のスポーツ、他のスポーツがゼロだとしたらバスケは5ぐらいは知識あるってぐらいですかね。ふむふむ。ようかなさんシュークリームありがとうって感じかな。まあドラツェルもやってますしね。 10年ぐらいは見てきましたしね、バスケ近くで。そうね、スポーツのルール難しい。そうなのよ、そうなのよ。数学とか公式1個覚えたら結構何個でも解けるみたいななるけど、スポーツのルールめっちゃ何個あるんだ、ルールってぐらいあるからちょっと難しいんだな。そう、キャリアハイ昨日覚えた言葉過去の自分に勝つやつですね。そうそう、ドラチャレでね共演させていただいた辻選手と青木選手が昨日またあのラジオでたまたまご一緒できてですね。でメンバー一人だからちょっと緊張しちゃって、あんまりドラチャレの時ほどガンガン質問とか全然緊張してできなかったんですけど、そうキャリアハイ覚えたから任せろ。そうだね、スラムダンクもめっちゃあの、そうスラムダンク恋ラジのスタッフさんめっちゃみんな知ってたから。スラムダンクって家にまだあるんかね。うん、あ、じゃあ今またなんか新しい新刊が出たみたいな。まだそれ追いつけんけん、うん、スラムダンクとアヒルの空が多分お家に全巻あるんですよね、お姉ちゃんが持ってて。だからちょっとそれを帰省した時に読もうかなと思っておる。そう、え、そうなの、木村さんがめっちゃあの月曜パーソナリティの木村さんなんですけど、木村さんがめっちゃスラムダンク好きでめっちゃ覚えてるんですよ。だからその話についていきたいなと思うので、帰省したら全部読もうと思います。1日で全部読めるのかな。いや無理、うん、何話あるんだろう。めちゃめちゃある。まんまん映画もある。イエー、YouTube で1日1話配信。そうなんだ、ちょっと見てみよう。どんぐらいで読み終われるんやろ、速読で読んだとして「スラムダンク」でも私「東京グール」めっちゃ速読したよ。うん、ワンちゃんどれだ、スラムダンク。え、31巻しかないの。え、意外とそんなことない意外と少なくない。え、31巻少なくない、そんなことないのかなこれでやっと安西先生の意味がわかる。なんちゃら試合負けたら終了だ諦めたらそこで試合終了だ。へえ、え、短い、31巻やん。え、意外と読めるじゃん。なんか80巻ぐらいあるんかと思った。え、読めそうじゃない、読めんのかな。15は絶対いけるやん、うん、じゃあ読んでみ、読んでみよう次帰った時。あ、そうなんだ、文字数も少ないんだ。え、じゃあもうパラパラっていけるかもしれん、うん、私結構速読でバスケ分からん人が入って、うん、花道くん、花ま、うん、花道くん合ってる面白いかもしれん。おー、えー、
一応第一部巻になってる。うん？どういうこと？あ、出た。桜木花道くん。しか知らん。しかわからんけ。頑張ろう。絶対推しメンができると思う。ね。昨日木村さんはあのメガネの誰くんだったかな、メガネの人が推しメンって言った。誰だったっけ。なんだんなんだ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 ん。誰だったか。いや読んだら誰推しか。そうですね。絶対決めると思います私。スラムダンク。ラムダンク。あ、小暮くんかもしれん。なんかそんな感じの名前を聞いた気がする。小暮、スラムダンク。あ、そうです、小暮くん。小暮くんが惜しいって言った。でも小暮くんはなんか控えの選手なのみたいな、なんかそんな感じのこと言ってたけど、メガネしてほしいね。まああのちょっとまだ読んでないので、今本当にわからないので読みます。本当にわからん。今みんながなんか 何々くんとか書いてるのもわからん。パパ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 。うん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 。なんかわからん言葉がいっぱいあるけん。わからんわ。バスケの予備知識なくてもいけるから安心。 OK、 安心してみます。まあのバスケ我が娘のバスケを応援するママの横で見てたんで任しといてください。まずは読んでみないことにはわからんけんね。スラダンは説明してくれるけど、その頃からルール変わってる。あ、ルールとか変わるんや。そうなんだ。あのね、何をとしたか忘れて。そうなんだ。場所欲しくなる。え、そんなことある。そうなんだ。ヨーカナさん、シュークリームありがとう。何年前なんだろうね。そんなに生まれる前、私30年以上じゃない。スラムダンク歴史40年とかになるのかな、わかんない。え、めっちゃ前やん。1990年から1996年。ネネも生まれてないよ。生まれてないよ、だってママだってまだ子供だったもん。それは嘘、それは嘘。嘘じゃない。え、子供だったって。あ、そうなの。やば、歴史がありますな。それ、生まれてなかった。ママが、うん、そんなわけないやろ。なんでよ、ネネと7歳しか変わらんってなるよ。いや、それアニメがあったのの、ね、年じゃない。違うかな。漫画の連載スタートが70年90年。うん、じゃあ中学生ぐらい。もう計算ができん。そんなすごいのね。30年ぐらい前ってことはどうだって。うん、そういうことか。32年前。すご。バスケ部のスラダン憧れすごかった。そうなんだ。
そうなんだ。運動部経験ないですね。運動は本当無理なんでね。曲も名曲。サダンの話で盛り上がるのめっちゃ嬉しい。うわ、よかった。めっちゃ、だって木村さんもめっちゃスラムダンクの話にめっちゃもうノリノリでめっちゃ細かいとこまで知ってたからすごいなと思った。じゃあ私は響けユーフォニアムをおすすめしておきます。ニウムって言ってるかな、どっちだ。そっちをおすすめしておきます。私たちの吹奏楽部の話です。しかも私がやってた楽器ユーフォニウム、そちらもおすすめです。ぜひ。もう映画とかも見に行ったぐらい好きなんで、なんかちゃんと、しかも吹奏楽部が見てもあ、ちゃんと吹奏楽部だみたいな、なんか感じなんですよ。なんか楽器を演奏する時の指とかが合ってるんですよね。とかあとその年の課題曲とかをやってたりとかするから、そう。あ、Hulu にある。よし、見て見て。ユーフォニアムは中低音の楽器で、金管楽器で、なんかチューバのちっちゃい版みたいな感じの楽器です。なんか主旋律とかはあんま弾かんけど、主旋律の裏側みたいな、かなんて言うんだったっけ、裏裏サビじゃないけど、なんだっけこれ、なんて言うんだっけそんな感じで、ちょっと他のパートとは違う、なんか吹奏楽部に一学年に一人とかしかいない楽器なんですよね。だからそうなんですよ、その3人しかいないってことだよね、吹奏楽部員だから。レアですね。そうなんですよ、勝ち取りましたねまあみんなね、あのトランペットとかトロンボーンとかやりたいっていうのは多いですけど、そう、縁の下の力を持ち、ありがたい。そうなんですよ、なんかね、吹奏楽部の体験入部みたいなの行った時に、どの楽器も音が全然出なかったけど、この楽器だけめちゃくちゃ音が出たんですよね。めっちゃ曲が弾けるぐらいめっちゃ弾けたんですよ。だから、え、これしかないやんみたいな、もう一目惚れみたいな感じでユーフォニウムになったんですね。そう、なので本当にラブって感じ。今もね、あの実家には楽器があるんですけど、多分今は弾けないですけど、そうそう。でも UFO やりたいっていう子は結構他にね2人ぐらいおったよね最初。やけどなんかそのどんどんなんかこっちの方がいいんじゃないみたいな感じでなってって、自然とで慣れた。そうなんだよ、運命で。そうなんですよ、なんかね、他の、本当は私木管楽器、なんかフルートとかやりたかっただけど音が鳴らなかったんだよねクラリネットとかもなんかピーぐらいの音しか鳴らなかったから、最初はみんなそうなのかもしれんけど全然できんくって、そう、よかった、できるやつがって感じ。チャッチャッチャラチャッチャッチャー。みんな未経験、そうですね、吹奏楽未経験じゃないみんな。あ、個人的に習ってたらあるもう、かなり久しぶりに見きました、ありがとうございます。やっほー。めっちゃね、響きユーフォニアムのねアニメのね主題歌とかもめっちゃいい曲ばっかりなんですよ。しかもそれもなんか吹奏楽で演奏されてる感じだから、すごいね、聴いてて耳も幸せだしね。
いろいろあるよね。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。なんかアニメの中でなんかトランペットのソロを吹く人を決めますみたいな場面があって、それでなんか先生に聴き比べをしてもらうみたいな、先生とみんなに聴き比べをしてもらうみたいな場面もあるんですけど、それぞれのトランペットでやっぱ音色が違うんですよね。そのこの人とこの人のトランペットで、そういうのもめっちゃ細かく再現されてるんですよ、このアニメ。ぜひ見てほしい。うん、そうなんです、がっつり吹奏楽のアニメ。そう、そのヤマハの音とか、あ、言うよね。私は全然本当そこまで分かんないですけど、分かる。なんか、まあ、UFO の音色だったら分かる時もあったけど、もう分からん絶対今は。そう、すごいよね。なんかリアルが描かれて吹奏楽キャラに合わんけどやってみたさあったそう、なんか特別感あるよね。なんかさ、体育祭の時とかも吹奏楽だけちょっとなんかちょっと特別感ある、楽器があるけんとか、そういうなんか他の子と行動違う時間があったりとか。みほりは大林ね、大林は私の大親友の相棒の部長だった子がやってましたね。大林はめっちゃ難しいんだよね、音出らんもん。貸してもらってやったことあるけど。そういえばその子、そのめちゃくちゃ中学生の時相棒だった子にこの前性格診断やってもらったんですよ。そしたらなんて言うんだっけ、 ESFJ、 ママと一緒だった、天の声さんと。なんだったっけ、日本語で言ったらなんだろう、あった、領事館、親しみやすくて人望が厚い、世話焼きだって。確かにって感じだった。そう、私のあの相棒の愛は愛するの愛です、相棒だった。 こんな感じでした。トゥ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 ルトゥ、確かにって感じだ、ムードメーカー、確かにいい子ちゃん、確かに世話好き、確かにって感じで。そう、子は親に似たってはないけど、あの私のお母さんとその子が一緒ってだけだけど、そうな、だからやっぱお母さんといるぐらいの安心感あるんかなと思いますね、やっぱそう考えたら。もうトゥ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 、ね、安心感ある相棒はやっぱりこの子だっていうのが改めて分かったね。今から UFO 演奏してくれって言われた、できんできん、絶対音ピャーって感じだと思う。しかもなんか指をこうやってやるやつなんですけど、多分動かないだろうなと思います、ね、パパッパッパ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 パッ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 、じゃあ気が合うよ絶対。うん、気合わないって書いてあっても合ってる人いるしね。だから、うんうん。まんまままままま。なんかの企画で弾いてほしい、絶対ないですね。もうお披露目公演で弾いた、ね。うん、弾いたけど。遠いかしたね。我らが STU には滝野さんという方がいらっしゃいますので、うん、あのレベルの吹奏楽の楽器を聴いている皆さんには私の楽器はお聞きできません、させられません、無理です。
レベルが違いすぎますので。だって滝野さんはもう長年やってたじゃないですか。私は中学も出たんですよ。知ってますか皆さん。中学から始めて中学までなんです皆さん。この差がどんだけかご存知でしょうか。おたまとうのプロもいます。確かに確かに確かに。しかも私はね、地区大会銀賞とかだから、あの楽しかったねって感じですよ。だからダメだね。中学3年間集中型、優しい言い方、そんな感じです。うんうん、青い周り入ってください。入れんな、無理やな。今聞いてた聞いてた。混ざれないよ。私は眺めるメンバー、眺める係。そうそう、強い学校は練習も厳しい。そうそうそう、もう晩までみたいなにゃん、うん、普通に。福岡で強い高校だと聖火とか吹奏楽って感じだったし、だからまあ楽しかったなあという感じだよ。ちゃ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 。でサージハートさん、ハートありがとう。体力作りでランニングとかなかったですね。そういうのきついのとかなかった。やって筋トレ腹筋とかだったですね。でも腹筋もなんか毎日じゃなかった気がする。なんかその強化期間じゃないけど、なんかその期間だけみたいな感じだったような気がする。懐かしの。全然厳しくなかったですよ。全然今考えると楽しかった。何かで披露、お披露目だよ。さっき言ったよ。お披露目でやったけど、もうそれが最初で最後だね。そう。デザイズハートの花束もありがとう。部活帰りのそういう食べるとかなかったな。中学校はダメだしね。ダメだからなかったから。高校の時あの帰宅部だったので、あの途中まで。帰宅部だったので、あのありましたね。うんうんうん。マーチングもやったことないですね。ない学校だった。マーチングあんまりあるとこ少なかったかもしれない。逆に分からんけど、お披露目の熱いな。なんかパフーってなってたけど、一回目佐竹さんが優しくって、全然あのいじらずに頑張れみたいな感じだったからよかったんですけど。そうそう、おつおつ、みほだよ。みほです。もう寝れるモードですね。もう9時過ぎたじゃん。もう9時過ぎたら寝ていいみたいなの脳みそにあるから、ちょっと寝れそうな感じになってきました。ちょっと今日でもパックをして寝たいなと思うので、パックして寝よう。欅坂のウエムを思い出した。あ、なんかその聞いたこと見たことある気がする。欅かけじゃないか、なんだっけ、なんか見たことある気がする。
りょうたさんハートありがとう。ようかなさんバラありがとう。そういい子だから早寝早起きするんです今日は。いやからもうそろそろ終わっちゃうよ。ちゃ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 うよ。前髪切ろうかな。もうふと思った。終わっちゃうよ。おすすめのバッグ OK。 しかおすすめ。みんな好きだけど嫌なの終わるよ。終わっちゃうよ。そう早寝早起き。この調子だと10時頃に寝られそうな予感がする。めっちゃ睡眠取れる。うん、えらい。お腹空くから早く寝ないと。めっちゃもう寝ちゃうよね。お肌にいい生活確かに。あとあれだ、足のマッサージも今日はちゃんとしようと思って寝るよ。12時間は寝たい。やば、24時。いや私寝れない。10時間以上は最近寝ようと思っても寝れんかも。なんかアンナとも話してたけど、なんか休みの日にお昼まで寝ときたいみたいな時でも朝起きちゃうみたいな。だから寝れんのよな意外と。悔しいってなるよねって話した。そう、さやかりんに分かった。さやかりんめっちゃ寝るん。なんか寝らんイメージやったんやけど、逆にさやかりん寝るんだ。そう習慣。そうなの。ヤクルト1000の効果やば。まだ3回ぐらいしか飲んだことないけど出てる。まだ1本あるからね。まだこの前買った飲んでないから。おもろ。そうね、寝るのも体力いる。そういうことなのかね。悪夢見てないです。大丈夫。たまにファンの方が夢に出てくるってこともあるよ。だから私が出てくるのもあるのかな逆にね。みんな今日の夢に私が出てきますように。ということでそろそろランキング読んでいきます。あいいな、ヤクルト2本買えたのいいな。いつも1本しか見かけないから独り占めしちゃうんだよな。くるといいよし。ということで、ランキング読んでいきます。では22位のみほりんさんはエイトさん、そして13位ヨーカノさん、12位ユナイテッドさん、11位アクアット自称みほパパさん、10位ジョーさん、9位大地さん、8位リーツさん、7位ドーグラスさん、6位ジェイちゃん、5位自宅さん、4位あんみつさん、3位竹まつるさん、2位金友、そして第1位島風さんでした。パチパチ、ありがとうございました。ということで本日早寝早起きみほなのでこの辺で終わって早く寝たいと思います。また配信見に来てください。ということで最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけん、チョキー。ありがとうございました。よく寝る。バイバーイ。またねー。ウィン。バイバイ。